リクさんと、みやびさん。みやびさん。みやび、ひがんじまさん。そんな名前、なんか確かに長かったな、確かに。みやびハイフンひがんじまさん。つまり、ひがんじまのみやびってことですよね。あのボスキャラ。うん、ドラキュラ、ドラキュラ、吸血鬼の。一番強い。ラスボスみたいなやつですよね、みやびって。え300年か500年か生きてた人や。うん、彼岸島っていう漫画見てます？見てないです。その漫画の中に出てくる敵の最強キャラみたいな感じ。そう、なるほど。敵って言ってるけど、そんなにあの RPG 系じゃないよ。え、どちらかというと民族系な。ああ、なるほど、うん、そこなんか島に都市伝説で吸血鬼がいるみたいなのがあって、もう忘れちゃったな。あのなんか最初の方は当時まだ漫画地獄で苦しんでた頃は見てたけど、今もその旅館的には3つかな。新東館とその榊原館と、あと何やったっけ、清少納言の3つ、うん、しかなくて、それ以前はそれこそいっぱいあって、もしかしたらいっぱいあった頃かもしれないですよね、うん、20年前だったらまだ。いや、そうですね、うん、他のところかもしれないですね。やだ、活性化してほしいんだけどな。地元だものね。うん、そうだね。日帰りの入浴施設は何個かやってるっぽいんですけど、その泊まって旅館としてご飯も食べれて、で温泉も入れてっていうのがその3つしかなくて。ああ、そういうことか。うん、でも日帰りの温泉もね、もう泊まりの方しか受け付けないとかね、そういうような状況になってきたりとかもしてます。そうねえ、だから新東館その日帰りっていうかあの、入浴だけ OK なんですよ、700円で、うん、だから結構その当日普通に入りに来てる人いましたし、あとウォーキングクライミングじゃないけどな、あのなんか杖ついて、はいはいはい、あのハイキング、違う、あのあれ、杖つくやつ、トレッキング、トレッキングか、トレッキングか、あれ、おじいちゃんの何ですか、おじいちゃんのリアルじゃないの、そうそう、登山ほぼ松葉杖、いやほぼ松葉杖じゃないの、トレッキングされてる方結構いらっしゃったんで、日中歩いてると散策するにはすごいいい場所ですしね、うん、送信ボタン押したらあのもう受付は終了しましたって書いてある悲しいそれはやばすぎますねとかね、なんか分からんけどエラーでこう応募できないとかね、あるしかもあのた多分ですけどエボの登録とかってあのスマッシュ GG ってサイト使ってると思うんですよ。スタート GG やったっけ？GG ね。GG って聞く。はい。GG。スマート GG。スマート GG。そんな祖父たちをディスるような言い方しないですよ、僕は。そうですか？やるかも。やらないですよ。やりませんよ。あのそれ英語のサイトで。あの慣れてない人ちょっと難しいんですよ。だからあのあ、それはでもあるかも。だから、まあ、本当は多分27日ぐらいには決めると思いますけど。でもギリギリまで迷いますね。やっぱり。もうスケジュールにはめっちゃ前からその3日間エボジャパンって入っとるんですよ。僕のジョルテには。なるほど。はい。そこはもうちゃんと準備できてるわけやね。それは、はい、忘れないようにはなってます。そうですね。はい。はい、はい、そうですね、そうですね、はい、あ、そうか、アンケートもうん、温泉めっちゃ良かったもんな。温泉良かったっすよ、本当に。次の日の朝とかめっちゃつるつるやった。あ、ほんまっすか。そんな違い感じていただけました。すごいな。はい、た感じは本当に違いますね。なんかちょっとぬるっとしてますね。本当スルスルになる。うん。リンゴちゃんとクセッケちゃんが
もうね、のぼせ半分のぼせながら待っててくれて本当にあの私ちょっと遅かったんですよ、入浴するタイミングがね、ちょっと施設の人らと喋ってる間に、そうそうそう、もう早くあのじゃあバスタオル持って行こうっていうタイミングでね、ちょっとお話しするた感じになっちゃって、あそうなんですよね、だからのあのね、あのちょっと別の方に止められたりとか、そういうことがあって、で結果的にあの行ったら、いや2人も入ってくれると思ってなかったんですよ、あ私ゼロだと思ってたので、あ女性は、なるほど、一応言ってってんで、あの2人にはあの多分あの施設の人と捕まって長話してるから、あの待ってた方がいいと思う、清瀬来るまで待ってた方がいいと、あ入らんとね、でこっちはもう人数いたし、先にもう入っちゃってる人いたから、あ確かにね、もう俺は行くわっつって、で入りに行ったんだけど、そうそうそう、入っちゃってたんだね。あ、そうでもね、二人ともね、あの湯から出てちゃんと待っててくれて、ね、そうふやけてまうから、ね、そうでいろんな話をさせてもらって、あ温泉いいなみたいな、もうねすごいなんかしっぽりした時間を過ごさせていただきました。こっちはもう僕が遅れてすいませんっつって入ったら、もうリンゴさんの息子の父になってた飲んでる。そうりんごちゃんもあの入る予定なくって本当は、そうですよね、であの子供に入るって聞いたら入るって言ったから、うん、お母ちゃんどうしようってなって、お母ちゃんどうしよう、りんごちゃんどうしようってなって、野田さんお願いできますかっつって、あなるほど、うん、任しとき、あ作法を教えてたもん、そう温泉の入り方をね、うん、さっき体上がってとか上がったら手ぬぐいで一回拭いてみたいな、うわで、そうマナーだよっつって父だった、うん、素晴らしい、でもねすごい喋ってくれて、うん、あの学校であのなんかあったりとか塾行ってるとか、うんうん、クモン行ってるとかなんかいろいろねお話ししてくれて、クモンの話は後半ですね、してましたね、してたしてて、うん、ほんでなんか旅行行った話とかなんかいろいろ話してくれて、うん、完全に父になってたね。マジでちょっともうなんか何のなんかその違和感もなかった。もうあの多分息子くんからしても、うん、この人はなんかもう親戚のおじちゃんみたいになってたと思う。もうなんか一緒にお風呂も入ったし。多分マジで絆深まってると思う。またイベント来てくれるかな、やっとね。わ来ます、わ来ますよ。ねえ本当に。なんかめっちゃあの。いい意味なんか悪い意味か分からんけど、あの風呂上がった時に、まあ、喉乾くやんか、はい、でジュース飲みっつって奢ったるからおっちゃんがつって言ったら、うん、いいってめっちゃ断んの。ああそれあったな。で自分のお金出して、うん、で自分で買おうとしてて、んなもう子供がな大人にそんな言うてんのに出したらあかんっつって俺は奢られるのもマナーやぞっつって思ってたけど、いろんな言葉が、俺も言ったし、モヒンセもずっと言ってて、モヒンセもね、同時に責められてた、そうそうそう、ほんでモヒンセが怒ってくれた、あ、本当、うん、ありがとうモヒンセ、ありがとうございます、私もビール奢っていただいて、持ち帰り用のね、湯上がりにテイクアウトビール、テイクアウトビール、テイクアウトビールをねいただきましたけど、あ、そうなんかね、あのでもすごいしっかりねえ、うん、しつけまされてっていうか、教えてらっしゃってね、うん、そう確かに人の行為は基本的には素直に受け取るもんやからな、そう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 、ああいうところはちょっと例外もあるけど、基本的には、うん、そうそう、まあ、知らない人からの行為はあまり受け取っちゃダメよ、そうだね、全然ダメよって、そらそう、そらそう、あ、確かにそうですね、OKe スポーク来年ナイトフィーバー、ここまでのお相手は清瀬こと清田のぞみと、あの信谷こと信谷拓也と、ルクプルこと野呂啓士でした。それではまた来週。ありがとうございます。はい、はい、みんなすごいな、プレゼント。プレゼント めちゃめちゃいいですよね、これ。これいいですよね。めっちゃいいですよね。めっちゃ可愛い。うん、すごくいい。あの新鮮なんでもあるな。そうね、ほんとほんと。なんか公式のやつなんかなと思ったら。あっ、あの、プレイステーションの一番くじ買った。あ買ってない。もう終わっちゃいました。あれ、11月 ?11 月やったんちゃうかな。あ、終わっちゃってるな、多分。まあ、あの、なんやったら見たことないけど。
確かに、それを確かに。では今週もありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさーい。